竹張りカビスピーノーラスは毛カビ目のカビの一群である。キノコの傘から生じ、多数のまっすぐに突き出す。胞子のお柄を並べる。S 風セジャーに基づいて記す。菌糸体は褐色に色づく、気中菌糸をよく出す。無性生殖は、胞子のお胞子による。大型の胞子のおのみをつける。胞子のお柄は長大で、高さ6センチメートルに達し、 まっすぐで分子を出さない。放子脳柄は先細りの形となっており、往々に基部近くが膨らみ、また褐色を帯びて不規則に核壁がある。放子脳はほぼ休憩で、計150から300マイクロメートルほど、成熟につれて暗褐色から黒色となる。柱軸は黄色から淡褐色、時に黒みを帯びていて休憩からような仕方など。 胞子能柄とは滑らかに続き、つまり、胞子能の下がくびれないで滑らかにすぼみ、この部分がアポフィススと呼ばれる部分となる。胞子能胞子は褐色を帯び、防水型で30から559から20マイクロメートル。有性生殖は接合胞子能による。気中菌止に形成され、秋雨系らと型で黒く成熟し、 1> 計1 5 0から450マイクロメートル。指示柄は膨らんでおり、網状の模様が出る。タンたタめ発生的に形成される疑似接合法指能が形成されることもある。キノコに寄生している形で発見される。宿主とするキノコは主に、クヌギタケ属マイシーナのもので、日本では特にチシオダケエムヒーマティパスの上で見出される。 蒸気のように背丈が高い胞子の能柄が分子せず、放子能も大型のため、傘の上に多数のピンを立てたような姿となるので、見つかりやすい。規制性ではあるが、純粋培養されている。通常の培地で培養可能である。エリスヘシルティンは、本属のものを、キノコ状から、爆芽寒天培地上へ禁止体からと、胞子から発生させた、純粋培養株を得ている。 この報告で、著者らは、本属の菌が最もよく育つ、培地成分を示し、また、最適 pH は4から5とかなり酸性よりであったという。培養温度も20度以下で、摂氏15度が最適であるという。また、寒天培地上での胞子の発芽は遅い上に、発芽率はごく低いという。しかし発芽後の成長は早く、培地上に高さ5から6センチメートルにもなる。 宝子脳を形成した。S ーセジャーが最もよく知られており、ヨーロッパと北、アメリカから知られ、また日本からも記録がある。この種を含め、本属のものは低温を好み、寒冷な地域で見つかっている。本属は大型の宝子脳のみをつけるものなので、ケカビ族ミューコー、ヤクモノスカビ族ライズーパス、ヒゲカビ族ファイコミシスに似ているが、ケカビ族、ヒゲカビ族とは、 アポフィスがあることで、クモノスカビ族とは、捕服禁止を出さないことで見分けられる。現実的には、本属のものは必ずキノコの傘の上に出るので、それらと混同することは考えにくい。同様にキノコに寄生するものとしては、本属と同じケカビ目の二股ケカビ族シザージャイツや、リクラノホラ族ダイクラノファーなど数属があるが、それらはいずれも、 胞子能柄が細かな分子を出すので見間違えることはない。他にもキノコに生じるカビはあるが、本属のような外見にはならない。分類上は、古典的には、大型の胞子能の,のみをつけることから、ケカビかミューコリシとし、あるいは、それを細分して、条件的寄生菌である二股ケカビ属などとともに、リクラノホラかダイクリノホラシとするなどの扱いをされた。 しかし近年の分子系統に基づく検討でこのような体系は大きく変更を受けた。ホフマンへ通るでは、本族と最も類縁が近いものはヒゲカビ族であり、この二族でヒゲカビカファイヒアミューシテ社を構成するとしている。またこのトガと同じクレードを構成するものとしては、サクセネアサクセナエアとアップソミセスからなるサクセネアカサクスニエラチと ラジオミケス属レイディオマイセスのみからなる、ラジオミケスかレイディオマイシテ社がある、としている。なおヒゲカビ属は、本属以上に大きくなるカビで、普通で数センチメートルだが時に20センチメートルにも、達する放子の柄の先端に大きい放子能をつける。この柄が分子しないこと、柄や放子能が強く着色する点などは、共通する。本属には、複数種の記載があり、 在都者へ通るは、以下の語種を認めている。これらは、法師の法師の形や、大きさで判別できる。日本からは、S 風セジャーが報告されている。以下、特徴の記載は、主として宇、宇田川ほか、P302 から303、宇田川ほか、P302 から303以上、エリスヘシルティンハット、在都者へ通る、2020年2月8日閲覧、在都者へ通る、 アレクザパリスへ通る P142 ホフマンへ通る P71 ハット、在都社へ通る P84 から86、宇田川ほか P302 から303。ありがとうございます。